これからの学情報システムのメタデータ収集作成方針について、括弧案とありますが、これの検討と作成という話でございます。これは何かと言いますとですね、我々システムワークフロー検討作業部会の方で、構成してきました、文章でございます。で、今日はそれについてのお話をさせていただこうと思っています。で、これはですね、2022年2月ということで、今からですね、3ヶ月ほど前になりますが、我々のシステムワークフローを検討作業部会というところでは、これからの学情報システムのメタデータ収集作成方針について、過去2021案という、こういう文章をですね、ドラフト版という形で、草稿ですね、ウェブサイトに公開の方をさせていただきました。で、その結果ですね、2ヶ月ほど、様々なですね、貴重なご意見というものをですね、それに対して頂戴することができまして、現在その策定に向けてですね、正式版の策定に向けて作業しているところでございます。で、そういった言及を踏まえた上でですね、本日はこの、収集作成方針案という形でちょっと短く言わせていただきますが、このドラフト版の公開を踏まえまして、その意図というもの、そして内容というもの、それから検討状況、それから今後の予定等について、ちょっと概略にはなりますが、報告の方をさせていただきたいというふうに思っております。で、これがですね、収集作成方針案ということなんですが、今、ドラフト版の形で、システムワークフロー検討作業部会というもののウェブサイトがですね、NII の方で用意されております。これはこれからの学情報システム構築検討委員会の傘下ということにありますので、その下にあるウェブサイトということになりますが、こちらの方で一応公開の方をさせておりますので、またご興味のある方は見ていただければというふうに思っています。で、このドラフト版なんですが、どういう構成になっているかといいますとですね、まず最初に初めにという形で、これからの学情報システムのあり方について、過去2019と、これも一つの文書でありますが、それとメタデータの関係性について述べております。で、その後3、4、5にわたりまして、資料区分という言い方が正しいかわかりませんが、様々な資料についての、メタデータを、包括的にいろいろお話の方をさせていただいている。そして6番目の方で、現行の、共同利用システムへの見解と方針という形で、NII が提供しているですね、中央で提供されている、この共同利用システムというところで、こういったものはどう反映されているのかということについて、実際を述べさせていただいているという形になっています。で、これはですね、言い方を変えればですね、2番目のところは、この策定の背景となる文書について述べ、3、4、5の部分で、あり方の具体化の提言、あり方の具体化に向けた様々な提言を述べ、そして現状分析を行っていると、そういった構成になっております。で、こういったところで、今日は概略ということで、一体それがどのような内容なのかということをちょっとお示しさせていただければと思っているわけでありますが、まず最初にですね、この収集作成方針案をそもそもなぜ作ったのかという背景について少し整理させていただきます。で、これはですね、先ほどの2章のところで述べております、これからの学術情報のシステムのあり方について、2019という文書に深く関連しております。で、この文書はですね、2015年に公開された、これからの学術情報システムのあり方についてという文書を改訂する形で、2019年に公開された文書ということになっています。で、内容的にはですね、現在の目録、所在情報サービス機能を維持しつつ、電子情報資源の対応等、より豊かな機能化機関が選択的に導入できるシステムの実現に向け、2022年をめどとした進むべき方向性、課題、あるいは検討体制などを提示するというものでございまして。で、内容的にはですね、進むべき方向性ということで、5つの、課題が挙げられております。1つ目が統合的発見環境を可能にする新たな図書館システムネットワークの構築というもの。そして2番目が持続可能な運用体制の構築というもの。そして3番目がシステムの共同調達、運用への挑戦ということ。そして4番目がメタデータの高度化。そして5番目が学術情報資源の確保ということになっておりました。で、2022年をめどにというような話になっておりましたが、こういったものをですね、具現化させるためには、図書館をめぐる様々なシステムとかサービスを設計する必要があることに加えてですね、その中で提供されるメタデータというものが、
システムやサービス、あるいは利用者にとって適切かつ望ましいものであるということは求められるだろうということはもう、これは自明の理であるわけであります。で、特にここで言うとこの4番目のメタデータの高度化と5番目の学術情報資源の確保というところではもうすでにメタデータというのは主役となっておりまして、まあこれに関して我々がどういう意見を持っているのか、どういうものが望ましいのかということをある程度まあ表明する必要があるというふうに考えておりました。で、まあ実際のところではですね、まあこの具現化を視野に我々は活動内容が、まあそういったものをどのように構築していいかというところで、まあ設計や検証というところに注力したわけでありますが、まあそういう意味ではですね、メタデータということを、まあ検証や、まあ設計というシステムの範囲内にとらわれることなくですね、もう少し、まあ、システムを構築する一部分と、いうような意味合いで考え、まあそれを一定の要件を満たす必要があるのではないかと。まあ物事を具現化する実現、させるためにはそういったことが必要なんではないかという認識が強まりましてですね、まあこういったメタデータの姿を提示することが昨今よく言われております教育研究 DX と、まあそういったものに寄与するであろう、まあ学術情報資源の統合的発見環境の実現というものに、まあ非常に有益であると。いうふうに考えまして、まあこういったものをまとめるというところに至ったということになります。で、その具体的な内容についてちょっとざっくりと、まあお話の方をさせていただきたいと思います。で、まずですね、最初にフィジカルな資料のメタデータというふうに書かせていただきました。で、これは章立の中にも一応こういう言葉で書かれているんですが、これはいわゆるですね、紙の資料に代表されるような形態のある有体物の資料に関する、まあ様々なメタデータの考え方でございます。で、ここの部分につきましてはですね、2023年度に、まあ、日本目録規則の2018年度版、まあ、いわゆる NCR2018 というものの適用を開始するということで、まあ、総合運用性というものを高めて、より豊かで、まあ、図書館職員のみならず、まあ、利用者、これはエンドユーザーでありますが、ここに分かりやすい目録というものを構築することを目標ということで、まあ、様々な提言をさせていただいております。で、さらにはですね、転居コントロールの拡大というもの、あるいはリクトデータを踏まえて外部転居データとの連携に関しても、まあ、検討の方をさせていただきました。で、この辺の部分に関しましてはですね、後ほど、当部会のメンバーである木下さんの方から、まあ、より詳しい説明があるのではないかなというふうに思っています。で、続きましてですね、電子的な資料のメタデータというふうに書かせていただきました。で、これはエレクトロニックな資料というふうに書かれておりますが、いわゆるエレクトロニックジャーナルであるとか、あるいはエレクトロニックブックスと呼ばれているような、まあそういった電子ブック、あるいは電子ジャーナルに関してはどう考えるのかという部分であります。で、こういったところでですね、共同利用システムというものをですね、まあ国内で出版させる学術電子ブックのメタデータを集約するプラットフォームとして機能させると。で、その上で電子の目録をまあ作るということをまあ検討するということを考えております。で、まあそういう意味では、こういったプラットフォームというものをどう作っていくのかというところなんですが、そもそもまあ電子ブックというものはですね、大手の書店や流通系のメタデータを集約する OpenPD というところでまあメタデータというものがまあ現実的には存在している部分もありますので、まあそういったところからですね、例えばメタデータを収集するといったことを前提に、まあ望ましいメタデータのあり方というものを考えているというところになります。で、共同利用システム、先ほどから様々出てきておりましたが、言葉として出てきておりましたが、改めて言いますと、まあ、この図書館システムネットワークという概念が今一つございます。で、これは、ま、大学と、あるいは、中央の NII と、まあ、こういったところを結ぶ様々な図書館のシステムや、あるいはネットワークということを指す言葉でありますが、そのうちですね、NII やジャスティスが中心となってですね、まあ、共同利用というものを前提として提供されているシステムを、まあ、共同利用システムというふうに言うというところでございます。まあ、中央にあります、シンナクスキャッター ILL とか、電子リソースデータ共有サービス、まあ、こういったものがそれに該当するとお考えください。で、電子的な資料のメタデータについてはもう少し、書いておりまして、例えばですね、マイクロコンテンツなどについても、まあ、考慮する必要があるというふうに、ことを思っております。で、これは電子コンテンツを構成する章や図表など、まあこういったものでありますが、ここに識別値を付与していくことで、まあ単一のレコードとして扱えるようにし、まあ可視化する、見える化するということができないかということを模索しております。で、まあこういったものがですね、共同利用システムにおけるですね、まあ電子リソースデータ共有サービスというところで、収集されるようになり、それが識別値、DOI を付与できるような仕組みを整えていくこと、まあこれが重要であろうということを軽減させていただいているというところです。まあ具体的な図になりますとこういうことになります。
真ん中にあります共同利用システムの特に電子リソースデータ共有サービスというところに、様々な電子ブック等の、メタデータが集約され、そこからですね、ジャパンリンクセンターに DOI を登録する仕組みを作り、そういったものがですね、大学図書館の方の図書館システムから、検索ができ、利用ができるというような、そういった、流通数を作っていきたいというような思いであるということです。で、もう一つですね、あと考えなくてはいけない部分として、一応ここでデジタルだしろという言い方をさせていただきましたが、これは各機関等でデジタル化をされている資料ということになります。で、これはですね、いわゆるデジタルアーカイブなどとかに、集約されているメタデータなのかもしれませんが、こういったものを、ジャパンサーチに連携するための、考え方というものについて整理を行っています。現状、様々な学術機関が様々なスキーマやフォーマットで、デジタルアーカイブのメタデータというのを作成しておりますが、ジャパンサーチが一歩でそれを十分に補足できていないという現状がございますので、それに対する対応方針になるというのを提言させていただいています。で、さらにですね、そういった流れの中で、共同利用システムを構成する一つとして、IRDB というものがございます。これは現状ですが、各機関リポジトリのデータを集約しているような、そういったデータベースでありますが、これをですね、学術機関、すなわち大学等のデジタルアーカイブとジャパンサーチを結ぶ、主要なつなぎ役となることを前提として、望ましいメタデータの流通経路、あるいはデータ交換形式についての議論を進めております。で、なおですね、こういったところで用いられるスキーマでございますが、ここはですね、収集作成方針案で示すものではございません。しかしですね、国立国会図書館や、あるいは JP コアさんとの間でですね、意見交換を行って、我々の意見というものを伝えているというような状況でございます。で、こちらに関してはですね、こういった流れになるかと思います。左側にあります各学術機関のデータアーカイブからですね、ルート A、ルート B とございますが、JP コアスキーマであったり、それ以外のスキーマであったりというものを集約し、IRDB で DOI を登録をし、それを何らかの形で、NDL さんで使える DCNDL に変換をし、ジャパンサーチに流すというような流れでございます。で、最後にですね、こういったものの中で、共同利用システムの、じゃあ現状はどうなのかというところで、少し、分析の方も行っております。で、ナクシスキャット ILL のメタデータというものがですね、国内外でより利活用されやすい環境を構築する必要性というものを、そういった中では認識しておりまして、例えば、現状ではですね、RDF や JSON-LD 形式で、リンクとデータの提供を実現しておりますけれども、将来的には VIB フレームなどでの対応も検討するべきであろうということは提言させていただいております。で、さらにですね、契約状況に関わるライセンスのメタデータを電子ブックや電子ジャーナルのメタデータと組み合わせて、利用できるような、そういった環境を構築することの効果なども、検討しているということになります。で、今後の予定ということでございますが、先ほどドラフト版を公開した際にですね、非常にですね、ありがたい意見をもう頂戴をいたしました。で、そういったものをですね、踏まえまして、内容を修正並びに再構成を行っている段階に現状ございます。で、それをですね、終わった段階でですね、これからの学術情報システム構築委員会での、審議というものを本年中に行いまして、その後正式版として公開する予定ということになっております。で、これ先ほどもちらりと言ったんですが、メタデータ収集作成方針案、例えば2022というような形で、出来上がった文書には、年次を示すことでですね、数年ごとに内容を更新できるような形態でリリースするということを考えております。はい、私からの報告は以上ということになります。ご清聴ありがとうございました。